つまみ細工ってつまむとイメージが変わる。このピンクの花柄をつまんだらどうなるか気になりませんか？ということで早速やっていく。今回使った生地はこちらですね。クラフト東海さんで売ってた人越し友禅っていう赤色の花柄っていうかピンク系の花柄ですね。素材はレーヨンでした。綺麗に畳まれているんですけど、やっぱり折り目っていうかな、折り目がついてるのでですね、ちょっとこれはアイロンかけたいなと思うんですけど、柄としてはめちゃめちゃ可愛くない？見て見てこの柄。赤っていうより朱色っぽいんだけど、黄色と白とかが入ってて、あとなんか金のなんかラメラメがついてるのが高級感アップする柄だよね。いや、めちゃめちゃ可愛い柄みたいになってる。で、アイロンかけましょう。アイロンで折りじわをですね、こんな感じで伸ばしていったら、めちゃめちゃ見てみて、柄としてはめちゃめちゃ可愛いんだよね。こんな感じね。今はさ、花柄がわかる状態じゃないですか。こっからですね、カットしていきます。ちょっとカットする前に柄確認してるんですけど、この脂肪がね、人腰なので脂肪が小さめなので作りやすそうな柄かな、柄というか布かなと思って、サイズも結構大きいのでいろんなお花ができそうかな。ということで、つまみ細工って正方形布をつまんで花びら一枚一枚にしてお花にしていくんで、正方形にカットしていきますね。布をですね、まっすぐ置いて、まっすぐ正方形に綺麗に切れたらですね、仕上がりが綺麗というか、つまみ細工でつまんだ時にめちゃめちゃ綺麗な花が咲きます。こんな感じで正方形にカットしてあるんですよ。なので花柄がわからない状態になっちゃうんですけど、色味としてはこの色としては残っている感じ、柄はわかんなくなるんですけど、それがまたいい感じですね。今こんな感じね。これを花びら一枚一枚つまんでいこうと思う。で、切った正方形の布をですね、花びらにしていくので台の上に乗せて、何枚ずついるか確認して数えておりますね。数えてこんだけ使うと思うみたいな感じで、糊をですね作って、糊に関してはですね、私は自作なんですけど買った方が早いです。つまみ細工専用のでんぷんのりというものがあります。ここからつまみ細工でいうと一番花場の見せるとこなんですけど、こんな感じで花びら1枚ずつじゃないわ、正方形をつまんで花びら1枚ずつにしていくんですよ。この瞬間が一番楽しい作業ですね。それまでの工程は結構地味なんですけど、ここが一番華やかなシーンじゃないかな。で、こんな感じになって花びらできました。こんな感じね、柄消えちゃってんだけど色味だけ残ってるの面白いよね。この布をですね、つまみ細工にするとこんな感じになるの。色味だけ残って面白い。で、ここを花びらにしていきます。花びらの状態をお花にしていく。でですね、こうなるわけですよ。ドーンと、めちゃめちゃ可愛くない？色味的にめっちゃ可愛いってなってますね。こんな感じの丸つまみが完成する。布と並べるとこれぐらいの感じなんだけど、色が残る感じですね。雰囲気が残る感じで、柄は残らないけど色が残るんでめちゃめちゃいい感じ。で、さっきお見せしたのが丸つまみっていうお花で、次今お見せしてるのは剣つまみって感じですね。先が尖ってるので剣って書いて剣つまみって言うんですけど、こっちの方がかっこいい感じのお花になりますね。でも私基本的に丸つまみが好きなので丸つまみの作品が多いんですけど、剣つまみできないわけじゃなく、ただ単にここは好みの問題です。ということで、剣つまみで作ったお花はこんな感じ。どうかな、色味もこんな感じになるので面白いんじゃないでしょうか。いや、可愛いね。こっちもちょっと甘い感じ、甘すぎずかっこいい感じになりました。で、2個並べてみたらこんな感じで、これがですね、24時間後ですね、乾くまで待ちましょうか。次の日というか2日後でした。こちらの布を
つまみ細工でつまんだらどんなお花が咲くのか、やってみた結果こんな感じのお花が咲きましたよって見せたい。見てみてめちゃめちゃ可愛くない？この色味、お花つまみ細工ってこんな感じになるんですよ。皆さんのイメージした感じになりました？それとも意外性がありましたでしょうか？こんな感じでできました。今回ですね、レーヨン、普段使ってないレーヨン使ってみたら思ってる以上につまみやすかったですね。普段正拳でやってるので正拳よりも断然つまみやすい。噛んだけど、こっち剣つまみの方ですね。剣つまみもめちゃめちゃ可愛くバランスよくできたんじゃない。2個並べてニヤニヤする幸せですかね。あれなんですよ、普段レーヨンで使ってないのでクラフト東海さんで買ったレーヨンが扱いやすいのかレーヨンが使いやすいのかちょっといまいちまだ把握してないんですけど、今回使った生地めちゃめちゃつまみやすかったですね。にしてはめちゃめちゃ可愛くできたんじゃない。今見てくださってる方は丸つまみと剣つまみだとどちらがお好きですか？コメント欄にどっちが好きって書いていただけたらめちゃめちゃ嬉しいです。でですね、撮影開始してきました。つまみ細工の撮影するの好きなのでちょっといろんな角度で丸つまみと剣つまみを撮ってきたつもりだったんですけど、やっぱなんか個人的な感想で言ったらやっぱり剣つまみより丸つまみが好きなので丸つまみ中心の写真を今撮ってますね。今後はですね、剣つまみ中心でお花の写真撮れたらいいかなっていう風に今動画見て思ってます。こんな感じでこっちも動画も撮ってきました。こんな感じで、いやもう真ん中にさキラキラ乗せたら、いやキラキラ可愛すぎないってなってるんですけど、キラキラ好きの私としてはめちゃめちゃたまらない感じのアングルになってるんですけど、どうでしょうか。今回の動画はつまみ細工ってつまむとイメージが変わる、この布でつまんだらどんなつまみ細工ができるのか気になりませんかってやってみたらこういうおしゃれなお花が咲きました。皆さんのイメージ通りだったでしょうか？それともイメージと違いましたでしょうか？いやでも可愛いよね。こちらのチャンネルではつまみ細工のことアボカボについて動画にしていきたいと思います。少しでも面白いなと思いましたらチャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいです。そしてですね、もうチャンネル登録してるよって言ってる方本当にいつもありがとうございます。本当にそれで日々の動画を作る励みになっております。ありがとうございます。ということでですね、次回はですね、生配信した切り抜きを動画にしたのでそれをアップしていきたいなと思います。他にもですね、ネクタイのリメイクでつまみ細工を作ったりしてるのも近々上げていけたらいいなと思っております。今日も長い動画でしたけど見ていただきありがとうございます。